プラルです。ゆめかです。アリオです。リコパブーマジユナです。ピンクラケティリー始まるよ。はい、ということで今日の企画は YouTube チャンネル登録者数6万人記念質問コーナーです。はい、今回もですね、YouTube のコミュニティ欄、Twitter、Instagram で皆さんからの質問を集めました。で、今回もたくさんの質問をいただいたということで本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、それぞれから大体均等に数がなるように PT さんがピックアップしてくださったのでそれに答えていきたいなと思うんですけど、はい、なんかさっき PT さんがちょっとちらっと言ってたのが今まで答えたことのない質問とかちょっと変な質問もあるんだってだからちょっとそこも要チェックですよ皆さん、うん、楽しみね。面白い質問とかありそうで、うん、じゃあ早速答えていきましょう。せーの、どうぞ。今日の朝ごはん何食べた？ホットサンドとエネルギーチャージのやつ。パンデリング。かわいい。パンとフルーツ。今日は時間がなかったんでウーロン茶を飲みました。じゃあ次。朝起きたらピティさんになってた。さあどうする？私はピティさんのかわいいお部屋でかわいいネイルの写真を撮りたいです。 SNS の家の雰囲気がめっちゃ濃かったから、うんうんうん、部屋を物色散策したいです。いろんなかわいいもの多分あると思うのでいっぱい写真撮ったり、あとピティさんかわいい感じ撮りをいっぱいしたい。ピティさんセンスがいいからネイルもそうだし洋服とかも自分が持ってないのがありそうだからそれはいっぱい着ます私はあの前回ゆらりちゃんがね OL 体験みたいなのをしてたんですけど、それはちょっとやってみたいです。じゃあ次。もうすぐ新学期ですが新学期の目標は何ですか？シンプルなんですけど両立を頑張る。落ち着いて勉強に励みたいテストの点数がめっちゃ悪いので上げれるように頑張りたいです。テストの前だけめっちゃ勉強するんですけど、その緊張にちゃんと計画を立てて勉強をしっかりしていきたいです。中学校になると勉強難しくなるそうなので頑張ります。はい、次。ランドセルは何色だった？ストロベリーピンクって色でした。重い重い。ちょっと光沢がかかってるんですよ。すごい。なんかチョコレートブラウンみたいなブラウン名前忘れちゃった。食べ物だ。そんな感じの名前だと思います。何色も可愛いの。水色名前覚えてない。水色茶色に糸はピンク。あ、それいいのかも刺繍とか。あ、そう、刺繍はピンク。そう、それじゃない。それやばい。私は濃いピンクのですね。YouTube に出てるから分かると思う。見てください。次。今のスマホのロック画面を見せて。これです。これはあのライブの最後のこうやってありがとうございましたってやってる時の写真です。はい。以上です。はい。私。わ、あの私の大好きなラッコちゃんっていう方なんですけど本当に憧れで、はい、めっちゃ可愛いので自分のモチベーションとかも上げるために毎日拝んでいます。拝んでいます。ラリオはトイストーリーのみんなが大集合したやつです。めっちゃスモットバームじゃないですか。これはモンスターズインクディズニーが好きなのでこのレックカメラしてます。私はこれです。春っぽい洋服を着ていらっしゃるので私の憧れの方をロック画面にしてショッカーアイさんみたいな感じで幸運が来るようにしてユナはこれです。この前ロケ行った時に姫香ちゃんとアリアちゃんがゆらりちゃんを持ち上げてるんですけどその笑顔が素敵だなと思いここの録画面にしました。ありがとうございます。じゃあ次。目標としているモデルさんを教えてほしいです。2人いるんですけどまず1人目はぬけゆめるさんでもう1人は横田真由さんです。アリアの憧れの人は藤田ニコルさんです。いっぱいいるんですけどちーぽぽさんとか七尾さんとか YouTuber さんとかもいっぱいいるんですけど今思いついたのは2人です。私はモデルさんで言ったらよきぽよさんとか顔が好き。かわいい。ちょっと似てるかも。めっちゃちょっとね絶対違う。絶対似てないすごく似てない。申し訳ないよきぽよさんに私はこうきさんが好きです。わかる次。
中なら誰が一番好きですか？シンデレラです。ジャスミンです。あー、ジャスミン好き。私はベルです。ラプンツェルです。アリエルとエルサとアナです。新メンバーのことについて知っていることはありますか？私たちはもう新メンバー知ってるので、ちょっと言っちゃう。特徴の女の子女の子女の子ユナと同い年。目が大きい、うん、顔ちっちゃい、足細い、ダンスもないですよ。おお、そんぐらいでしときます。バレそうっていう感じですね。皆さんお楽しみにしててくださいね。次6万人おめでとうございます。身長は何センチですか？155.6cm なので156cm です。最後に測ったのが 169.8 なので 170cm です。169です。で測った時に166ぐらいだったので多分166です。あ、私は 154.3 ですね。あ、死者分入れてなかった。切り上げとけ、切り上げとけ。じゃあ155から。あとちょっとでゆらりちゃんに、ね、追いつくんで頑張ります。私も地道に伸びてる。次ひろくんは元気ですか？わらわら元気です。元気です。いつでも元気です。年中元気です。いつも通り。いつも通り。次まず6万人おめでとうございます。ありがとうございます。人生何だと思いますか？これからもずっと大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。自分の人生、うん、ありあり、はい、アリアじゃない？そうだ、アリアにするべきだった。私なんか、まあ、診断で出たことあるんですけど、自分クレオパトラって言われました。やばくないそれ。でもなんか分かんなくて調べたら、うち美人みたいな。うん、すごい。え、嬉しくない？嬉しい。やばくない？アリアは猫かな。めっちゃゴロゴロしてるし、あとこたつも好きだから。猫はなんかよく TikTok のコメント欄で言われてる。姫香ちゃん。え、前世姫香が言わないんだよ。なんか前世姫香ちゃんじゃないのってめっちゃ言われて。生きてるんだけど。二度目の姫香ちゃん。あ、そういうこと。あ、こっちが先。私はクモかなって。クモ？あの生き物のクモ？生き物のクモ。マジ？なんで？え、なんかふんふんみたいな。なんか今思いながら雲だった。なんていうの、落ち着かないじゃん雲って。なんか常にこうやってグリュグリュって言ってたじゃん。確かあんな感じかなって。なるほど。次メンバーの中で一番頭いいのは誰ですか？せーのでいこうか。え、待って、ちょっと指差し。オッケーオッケー。はい、オッケーオッケー。いっせーので。うん、めっちゃダントツエコ先生。エコだけ姫かさしてて、あとはみんなで。ということで、一番頭いいのはエコでした。わかんないけど、多分そう、私たちの中の。うん、じゃあ最後の質問です。次私たち、かっこピティーズ、トライは伝わっていますか？伝わっています。もちろん。てか、私たちの愛が逆に伝わってますから。そうですね。伝わりまくってます。はい、伝わってます。爪がこの辺まで当たってるね。幸せですよ、ね。はい、じゃあ今日の質問は以上です。はい、以上です。ありがとうございました。いや、楽しいですね。質問コーナーって楽しいよね。いや、前世何がめっちゃ面白い。前世何、初めての質問だよ ね。自分でクレオパトラっていうのめっちゃ難しい。自分で言ったんじゃないからね、診断されたから。でも、言える姫香ちゃん好き。ありがとう。はい、じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。たくさんの質問を、ね、いただいてありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル